熊本阿蘇の山麓にある大和城。見てください、この緑豊かな景色。私たちはこの自然豊かな場所で暮らしています。大和城は大きく3つの地域に分けられます。1つは国宝になった通潤橋がある矢部地域です。2つ目は文楽で有名な清和地域です。そして3つ目は私たちが暮らしている蘇葉地域です。蘇葉地区は蘇葉橋というとても景色が良い場所があります。四季が感じられ、これだけでも環境の素晴らしさがわかる場所です。こんにちは、私たちは蘇葉小学校の環境委員会です。蘇葉小学校は全校児童61名の小学校です。児童数は少ないかもしれませんが、私たちが行っている環境活動はすごいのです。今回は全校児童で協力して取り組んでいる環境活動を3つ紹介します。まず1つ目は花活動を行い、花いっぱいの学校を目指していることです。私たちは1年生から6年生までの縦割りの班を組んで、このように朝から交代で学校の玄関にある花に水をあげています。定期的に水をあげているので、花がずっときれいに咲いています。ここでは花に水をあげている人にどんな気持ちで水をあげているのか聞いてみましょう。今どんな思いで花に水をあげていましたか？花がきれいに咲いています。そうなんですね、ありがとうございました。このように私たちが定期的に水をあげることで、花が長期にわたってきれいに咲いているのです。これからも続けていきたいと思います。縦割り掃除を行い、学校をきれいにすることです。掃除の時間では縦割り班で掃除を行います。高学年の人を中心に掃除の仕方など教えながら進めているので、じっくり掃除ができます。そこではどんな思いで掃除をしているのか、ちょっと訪ねてみたいと思います。掃除をしているとき、どんなことを考えながら掃除をしていますか？学校をきれいにしたいと思いながら掃除をしています。みんなで学校をきれいにしていきましょうね。ありがとうございました。掃除の最後には掃除の反省を行い、次の掃除に活かせるようにします。そうすることで掃除に対する意識が高められます。3つ目は4S、 整理整頓、節電節水を意識し、環境意識の向上に努めていることです。これは一人一人の環境意識が求められます。蘇葉小学校では一人でも取り組みやすく、生活の中で意識しやすい4つのことについて日々取り組んでいます。整理は自分のものをきちんと整理するために、自分のものに記念することです。整頓は自分の身の回りを定期的に片付けることです。節電は必要のない電気を消すことです。節水は使ったら蛇口を閉めることです。蘇葉小学校ではチェックの結果、毎月節電や節水の意識は 80% から 90% を言っており、意識が高いことが分かりました。また整理においても少しずつ全校の意識が向上していて、しかし整頓については50から60%にとどまっており、自分の身の回りの片付けの意識を高めるという課題が見えてきました。このように私たちの学校では特徴ある環境活動を行っています。これからもみんなで意識し合いながら環境について考えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。